こんにちは。今回の深夜のコソコソ話なんですけども、これはね、ちょっと慎重に話さなければならないことなんで、ゆっくりとお話し,します。えっと、インターネットの環境でお悩みの方に、ある特定のね、家電、これをルーターのそばに置くんではなくて、そこから離したところにすると、YouTube、その他、インターネットの環境がサクサクと進むということがあります。でも、その家電をルーターのそばに 置くと、やっぱりインターネットのね、えー、動作が遅くなるもしくは全くできなくなるっていう怪現象これね実はね多くの方が体験されてるんですよでもともとは3年前ぐらいアメリカでそういう騒動が起きてですねあんまり公には出てこなかったようなんですけどもものすごく小さな個人的な不思議だなっていうね意見としてはたくさん集まってきたのを私は知ってるんですよねで、今回ナミさんから送ら送れてきた お話、ね、これについてねやっぱり符合するんですよ。というのがねこのからクリってのは実はその家電の中に使われてる一部の部品にはものすごく特殊なねスパイ器具が入っているということなんですよ。でそのスパイ器具ってのが日本やアメリカそのほかたくさんの国の家庭に入り込んでいてね今すでに。そして有事の際には それがインターネットも一斉に遮断するそんな働きを出すらしいんですよ。でご存知のように家電っていうのは使う時に電源供給しますよね。コンセントをプスッと差します。その時に充電するらしいんですよ。非常に危険な、まあ、情報兵器、秘密兵器ということで兵器というとね銃や爆弾やミサイルを想像しますけども情報を遮断するとかインターネットを使えないようにするっていうふなこんな ずる賢いやり方もあるんですよね。一時期、トランプ大統領がある国の特定のスマートフォンをこれね、使うなということで排除しました。その他、似たような形でもうこの国のこの製品は使うなよっていうふうなオフレは何回か出してるのはあまり知られてません。でも、基本的にですね、家電であればこういったものの中にも得体の知れない製品が入っていて、それが日々充電されているんですよ。 それがある時一斉にですよ冷蔵庫エアコンスマートフォンもちろんですけどもマウスとかねこういったワイヤレスイヤホンみたいなものから一斉に遮断電波がバシッと送られてその国の機能家庭個人的なデバイスの動作をお無力化するっていうふうな方法があるんですよ。それによって混乱を引き起こしてあらゆる行動や情報収集 連絡をを遮断してで軍事行動を速やかにさせるもしくはそのお障害を解除したいなら違約金を払いという形でね身代金を取ってくるというそういう計画もあるそうなんですよ。でこれっていうのは随分昔からそれこそね二十数年前からそういうリスクが将来は迫ってくるんじゃないかなっていうふうに予測した人が結構いまして。 当時私はまだ大学生だったと思いますけどもパソコン通信っていうのが始まった時に、まあ、そのリスクっていうのは実はね一部のパソコン通信が進んで MS-DOS から今みたいな Windows みたいな時代に切り替わる時にそうなるんじゃないかなって予測した結構いたんですよ。まあ、ですんであのー、まあ中国は世界の工場と言われて久しいわけですけども何でもかんでも下請けの中国に 製造は発注して、そこで現地標準作って、そこで安く作って、みたいなのをやって、そこでできた部品もしくは完成品で、私たちの暮らしが潤ってるとするとかなりね、これは、うん、機械の中にどんなものが入っているのかってことが分かりにくい状況と。場合によってはですよ。まあ、軍事装備品ですよね。トランシーバーとか、戦車とか、飛行機や、それから潜水艦。こういったものの、 一部の部品にそういったある特定の国のちょっと不思議な機材が内蔵されているとしたらある日突然何かおかしなことが起きるってことも考えられます特に爆発物に関しましてはね軍事施設の爆弾とか誤爆を連発して起こすみたいな遠隔操作も可能になってるわけですよそう考えるとちょっと怖くないですかもう今 戦争っていうのは戦争の形を持ってないんですよね。私たちの第二次世界大戦までの戦争という概念も捨て去って、あ、今こんな緻密なことが起きてるのかなと思わなければならないのかもしれません。また恐ろしいことにですね、一人暮らしの家庭を特定させるためにもこれが使われてるんですよ。一人暮らし。ね。一人暮らしだと防犯意識っていうのは低くなる傾向がありますんで、 そそしてての人がいいいななくくってももかりにくいとということもあるんです,よですんで一人暮らしを特定するような方法でそうやったある特定の国のちょっと不思議な家電の中に内蔵された仕組みがここは単身世代になった恐れがあるぞ例えば冷蔵庫内容物が少なくなったから一人じゃないかエアコンの利用頻度が変わってきたから一人になったんじゃないか。 掃除機の利用頻度が下が下ってきたんんで一人ななじゃないかあらゆるものからそういった一人暮らしを想像させるようなね家電の動きっていうのは取れるわけなんですよ。でそれが住所とともに GPS 機能とともに特定された住所と周りの環境をある特定の組織に送信されてるとしたらどうでしょうかね。こそっと日本から人が消えるということも。 そして消えた後も10年20年誰にも気づかれないってことも起きるかもしれませんということで深夜のコソコソ話でございました怖いですねすごいですね淀川長春でございますいってらっしゃい